明日また時間が過ぎてしまったら僕らは何を話せばいいんだろう。たとえ静寂の時間が流れたとしても、自然な空間ならそれが一番いいね。例えば携帯を互いに触ってるんじゃなく、無言でお茶をすするなんて静けさがいい。ああ時間の旅の思い出は奇跡など一つもありはしない。ああこの先も楽しいんだろうな。この家から子供たちがいなくなっても、生きる手応えなくなることないだろう。あの時の約束果たす最後の時まで、庭のない小さな家で温まりたいね。例えばお気に入りの時計が壊れたとしても、捨てられない時間と同じく二人刻めればいい。ああ時間の旅の思い出に奇跡を一度も期待したことない。ああこの先も晴れやかだろうな。目覚めたあの朝携帯を互いに触ってるんじゃなく、無言でお茶をすするなんて静けさがいい。例えばお気に入りの時計が壊れたとしても、捨てられない時間と同じく二人刻めればいい。ああ時間の旅の思い出したことない。ああこの先も晴れやかなろうな。目覚めたあの朝のように、ああこの先も楽しんで